はい皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント高橋孝子です本日のテーマは他社のビジネスのシステムを自分のビジネスの基幹システムにしてはいけない3つの理由ということについてお話をしていきたいと思いますえー、っといろんな方のご相談に乗るんですけれども、えー、最近多いのが、えー、っと教会 ですねあの教会ビジネスっていうビジネスモデル自体は、えー、いろいろな形であ,のあるんですよ、でいい面も悪い面もあると思っていて、で私自身は、えー、と教会タイプのビジネスは自分がやらないし、個人的にはあんまり好きではありません、でその理由と事情も含めてですねえっ、ー、と今日のお話をしていきたいと思います。 なので、えっと、協会ビジネスをすべて否定しているわけではなく。こういうタイプの人には合うけれども、こういうタイプの人には合わないっていう話も。合わせて、あの、お伝えしていきたいなというふうに考えてます。えっと、まず、協会ビジネスとか、他の、要は、あ、うんと、ビジネス。モデルがありますよね。で、それを使って、自分のビジネスを。 すする場合にですね、まあ、いい点と悪い点があるんですよ、でそちらがですねまあ端的に言うと特にあの今回はデメリットの部分を中心にお話をするんですが、えー、3つのポイントがありますで、1つ目が主導権が他者にあるという点、ですねで2つ目が自分の好きなようにルール改変ができない、で3つ目が辞めるときのダメージがあるっていう。 この3つを中心にちょっとお伝えしていきたいなというふうに思います。で、えっ、ー、とまず一番が一番困るんですよ。えっ、ー、とビジネスの主導権が他社にあるっていうことなんですね。例えばあの教会のビジネスにしても、まあ、何か他社のシステム、それが資格を取ったとか、えー、そのツールとかアイテムを使わせてもらって。 自分のビジネスを構築するっていうような形にした場合にですね主導権はあくまでも他者にあるんですよだから、まあ、いわゆるコンテンツと言われる部分ですね、まあ、ノウハウっていう部分でも構わないと思うんですけれども、えー、と私が、えー、と皆さんにお勧めしたいのはやはり自分の中から、えー、と湧,き湧き出るっていうか発掘して これを教えられるよねというものを自分で構築をして、それを役に立つ人に伝えるってこれが私は一番あのビジネスの王道だと思っているんですよ。で、それは自分に主導権があるからです。はい。なので、主導権が他者にあるものを利用する場合には。 えー、その他者自分が選んだ他者がですね将来的に自分との関わりにおいていい状態を作れる他者なのか搾取される側になっちゃう他者なのかそこを見極めて付き合っていかなくてはいけないっていうふうに考えているんですよ一番の問題は主導権が他者にあるんですつまりその他者であるじゃあ教会なのかグループなのか えー、その資格を発行しているところなのかは別としてそこがですね急にルール改変しますと言ったらそこに所属している限りそのルールに従わないといけないわけですよだからあの主導権が他社にあるというのは自分のビジネスの基幹システムに組んでしまうとそれをやりたくないというふうに思った時には。 やめるか捨てるか共倒れかどれかになっちゃうんですよだからえっ、ー、と基幹システムにしてはいけないっていうのはそういう意味です余分な枝葉のところに置いておくシステムとしてやる例えばあの私だったら今メインがコンサル業なんですけどコンサル業の、えー、と派生バージョンオプション的に使う講座としてそれを使うとか っていうケースの場合には私、機関の部分は自分のコンテンツですからそ自分の頭も使ってやってますしそこでダメージはないんですよそこをやめようって言った場合でもだからその、どっぷりそこを中心に置いてしまうようなシステムを最初から組むと結局、何かじゃあトラブルがありました、まあ、じゃあちょっと変な話ですけどうんそ,うだなじゃその教会とかグループが そうだな更新料を今まで無料でしたが来年から10万円にしますとか言わないと思いますけれどもちょっと極端な話で言いますよ10万円にしますとかいうケースがあったとするじゃないですかでそうするとそのシステムが自分にとって集客上とかお客様上をすごく便利でいいものでって思っていくらの金額を言われても続けなくてはいけないっていう。 ちょっとがんじがらまになっちゃってる状態になったらいくら言われても続けるしかなくなっちゃうんですよっていう感じうんであとはじゃあやめるっていうふうになったら今までのもの全て返してくださいが大体普通です、まあ、それはそれで当然だと思うんですよそうすると自分がもともと持ってた知識とそれを組み合わせた状態で使っている場合にもともと持ってた知識の部分まで線引きができない時にはそれを えと使えなくなってしまう自分の元々持ってたものですら使えなくなってしまうっていう領域になってしまうのであの最初から基幹システムを入れちゃう場合には、うん、そこと心中っていう言い方変なんだけれどもやるつもりで要は会社員とあんまり変わらない感じなんですよねその組織に属するみたいな雰囲気だから辞める時にはだから全部返しちゃうわけですよ。だかかららゼロから全てやり直し下手すると なっちゃうケースがあるのでよほど慎重に、えー、そういったものを自分のビジネスに取り入れる場合には主導権を握られるよということを理解して取り入れるでよく初心者にありがちなのが何々で資格を取ってそれで起業というところでその仕組みとか内容をよく理解しないで取っちゃって自分のビジネスを始めちゃってものすごく流行ってきた頃に。 まあ大体その追加の料金取られたりとかですね、縛りがきつくなってきたりとかしてやめたいなぁと思った時にやめられないっていうそういうジレンマがあるケースが多いんですよ、お話聞いていて。だから、あの基本は基幹システムに食わない自分が切っても相手に切られても大丈夫な枝葉のシステム に置いてておくっていうのが私はいいなというふうに思っているんですよ。まあ、そういう付き合い方ができるかどうかはその会の長の思想によるっていうところがありますからそこの点が、まあ、あのどうなんでしょうっていうのは確かにある部分はあると思います。あの最近やっぱり、ね、資格を出す先生もも増えていていそののルルールの状態も いいいいろろと変わっていくケースが多いんですよつまり変な人が入ってくるとそれに合わせてルールが改変されちゃったりするんですよね。でその時にだいたい割を食うのはまっとうにちゃんとやってる人ですだいいた割を食うのはねだからその組織に属するっていうところはその腸の資質とその腸の思想まで読んで本当にそれでいくのかっていうのは考えるっていうのは必要だと思うし状況が変わってきたなっていうふうに思ったら。 あっさりとそこを捨てて、切ることができる状態のビジネスの機間を自分で作っておくっていうのが大事です。最近多いなーって感じてるのが、後出しじゃんけん的なルール改変をしてくるような、えっ、ー、とまあ、教会とか団体、多いなっていうふうに思います。結局団体の方が力があったりするので、結果個人がわーわー騒いでも、泣き寝入りになるケースが多いから、そもそも付き合うところを、 どこと付き合うかっていう距離感とかも含めて考えておかなくてはいけないなっていうふうに考えているのがまず一つ目の主導権が他者にあるっていう点ですね。で、二つ目が、えっと、いうことです。あの個人事業とか、まあ、自分でビジネスをしている人にとっていいなっていう点は、 そのお客様の要望に合わせてどんどんビジネスの形を変えていけるところなんですよね、時代とかあとお客様の要望とかに合わせてリサイズしたり、えー、とプラスアルファしたりでそれが、えー、と例えば、教会とか団体に属しているケースでそこをいいなと思うことがあってもいちいち申請しなかったらいけないとか、まあ、それはそれでわかるんですよ、その教会の立場とかだと。 だ,だからだから所属するところを考えなくてはいけないっていうふうに思うんですけれども自分でやっぱ自分をビジネスするっていうことはこのお客さんにこうしてあげたいよねって言ったらどんどんルール変えていけるところが自由な個人事業主としてのまあやり方とかになっていくんじゃないかなと思うので。 全ての団体がダメとは言わないですあの取り入れながらどんどん変容させて OK ですよということで資格の基礎は与えるけれどもアレンジは自由というタイプのところがあるので私はそういうところの資格は持っています。あの要は 基礎の部分はこれだけれどもあとは自由にアレンジしてっていう感じですねで私もそのスタンスをとってます私の認定コンサルタントには私の基本的な考え方を教えるけれどもその方の個性とか、えー、とアレンジがありますからそこは認めていくっていう感じですねただ認定っていうところで私があの名乗ってやっていただく上には皇居両属に反する まああのー、あそこの出身なんだよねが品位が落ちるレベルのことをやったら、まあ、それは勧告ということで言いますけれどもそうでない限りは自由にやっていい裁量権を持たせているというやり方はもともと私が、あのー、縛りが嫌いなのでもうほぼ会社員に近いと感じていますそういう教会のルールとか縛りというのがね。 だから協業のビジネスパートナーとしてやっていけるかどうかっていうところで付き合えるかどうかっていうのは一つ考える基準になるんじゃないかなと思います。で3つ目です、ね、辞める時のダメージが大きいこれもよく相談される話です。協会のシステム取りましたで、えー、とこんなふうにアレンジしようと思ってやっていてアレンジ最初 OK が出ていたケースですよ。でそれが なんかどうやらそれがやばいらしいということを団体側が気づきルルールを改変してきます一応、まあ良心的なところだと3ヶ月以降とかにそれを施行するとかっていうんですけど良心的じゃないところっていうのはいきなりルール改変でこれに従ってくださいよ発令日付をやって発令しちゃうようなケースとかもあるので、まあ、色々なんですけれども。 で、3ヶ月じゃああったらいいのかって言ったら、じゃあその方が10年とかやってたとするじゃないですか。緩いシステムとかで大丈夫と思って。で、お客さんもついちゃっていて、資格まで発行しちゃってるようなケースとかがあった時に、突然ルール改変で自分のアレンジしてはいけない、えーと、じゃあ資格発行したら今まで0円だったのに、えー、そのうちの30%を本部に返してくださいみたいなのを、急にルールを作った時に、 やめたいいってすすするるとじゃないですか。そしたら当然今までのものを全部使えませんはまだいいですよだけれども10年とか蓄積しちゃった時に自分の知識とかも含まったものを教えていた時にどうやって切り離してそれをやるのかとかあと場合によってはそ,れそこに関する内容のものは今後競合になるからやるなっていうお足しまで。 いきなり来ちゃうケースとかあるんですよだから、よほど慎重に所属する団体は選ばなくてはいけないというケースがありますなので、あのー、要は相手とその契約を、ね、結んでいる上でどちらかというと下に入っちゃうような雰囲気になっちゃうんですよそこのものをね。 そうだしそのシステム自分で組めないよねっていうありがたい面しか皆さん見ないんですけれども実際に自分がちゃんとできるようになってくるとそれがむしろ縛りで邪魔になるケースとかがあったりするので要注意ですよっていう話ですなのであの楽して集客ができるっていうところであの皆さんねそこのページに載せてもらえるからとかっていうことで 特にゼロベースの方って飛びつく方多いんですけど成長していくときにそれが今度は逆に稼になるケースが多いので、えー、っとどういうルールで運用しているのかっていうのを見極めた上で、まで、あ、資格を取るとか資格更新するとかそういうことを考える方がいいと思います。せっっかかく個人事業主にになたたりとか自分でビジネスを展開したいのに その傘下に入ってしまって下に入ってしまうと結果として会社員と大して変わらない生活になっちゃう可能性もあるのでルールとかが多いところはですよで、後からどんどんルールが追加されていくところも結構あるのでそこはあの少し引いた目で見ながら動向を見ながら場合によっては離れる時期もあの自分で考えるということもしないといけないのでとにかく基幹ビジネスに組まない。 っていうのを伝えたいですあの結構それで痛い目に遭っている人たちのご相談とか受けますからねその事業を手放さなくちゃいけなくなるケースあるんですよ組み込んじゃったがゆえにだからそこはねちょっとあの思うところがあったのでこちらの動画を撮ってみましたはいまとめていきたいと思います、えー、他社のビジネスシステムを自分のビジネスの基幹システムにしてはいけない三つの理由一つ目主導権が他社にある二つ目 自分の好きなようにルール改変ができない3つ目、やめるときのダメージが大きいということなのであの私がおすすめなのは時間がかかってもいいから自分でコンテンツをしっかり作ってそれでお客様を集めるっていうのがやっぱり自分でビジネスを起こしたときの王道なんじゃないのかなというふうに思っているので、はい、そちらをお伝えしていきたいと思います。以上でですそれでは